ナンバー6 9手榴弾は第二次世界大戦中にイギリスで開発使用された手榴弾であるブリティッシュナンバー6 9とも呼ぶ。この手榴弾はミルズ型手榴弾よりも小さな殺傷効力半径を持つ手榴弾の必要性があったことから軍用として採用された。これによりほとんど何も防御遮蔽物がない時でも使用者は手榴弾を使用できた。 対照的にミルズ型手榴弾は投擲可能な距離よりももっと大きな殺傷効力半径を持っており手榴弾の使用者に対し投げ込む場所を注意して選ぶよう強制した。これは自分の投げた手榴弾で自身を傷つけないように配慮するためだった。外形及び内部構造ナンバー69手榴ゅ弾の玉体は全て硬質プラスチックであるベイクライトで構成されており 爆砕されても金属製の玉体を持つ手榴弾のような破片を生成しない。手榴弾の致死性を増強するため金属製の破片生成スリーブの装着が可能だった。ナンバー69手榴弾の使用は非常に単純である。ねじって取り外す形式のキャップを除去し捨て手榴弾を投擲する。手榴弾が投げられた際鉛製の湾曲した重りが 終端についているリネンのテープが自動的に解かれていき、新艦内部のボールベアリングが自由に動けるようになる。こうして常働け新艦は飛行中に撃発、可能状態に置かれ、手榴弾は衝撃によって爆発する。同様の新艦を採用したガモン手榴弾のように、第二次世界大戦の終了後間もなくしてこれは軍用から退役した。ナンバー69手榴弾は、 常働け新刊を使うよう開発された、イギリス発の兵器である。後には、ガモン手榴弾、ナンバー73手榴弾また、ナンバー77手榴弾にも見られた。常働け新刊は、衝撃発火。オールウェイズの用語は、どのような方向で、手榴弾が目標に命中しても起爆が保証されることから、付けられている。通常、衝撃で撃発する弾薬は、 新艦の作動に際して特別な方向、例えば新艦の垂直軸方向から目標に命中する必要がある。対照的にナンバー69手榴弾は底部や側面、上面などのどんな方向から目標に命中しても爆発可能である。常働け新艦の構造は垂直方向に稼働する激震とその下部に置かれた雷管で作られ、これらの組み合わせは 弱いスプリングで隔てられている。こうした気候の長部に、高性のボールベアリングが置かれ、激震で円錐形状のハウジングに押し上げられている。どんな垂直方向の衝撃が加わっても激震、もしくは雷管が押されて移動し、激震と接触して雷管が起爆する。すべての水平方向から加わる衝撃により、円錐形状のハウジングの傾斜面に沿って、ボールベアリングが動き、 垂直軸方向への移動に変換される。このボールベアリングの動きは激震を押して激発させる。震感を作動させるには、使用者がまずプラスチック製のキャップをねじって除去し、細長い紙テープを露出させる。テープ終端には湾曲した鉛製の重りが付けられている。手や発射機から手榴弾が放たれると、重りの付いたテープが風を捉えて、手榴弾の上部から、 速やかに解かれていき、最終的には緩く差し込まれた安全ピンを、新幹から抜く。安全ピンを解除すると激震と雷管が接触、可能となる。手榴弾が硬いものに衝突すると衝撃によって、接触が生じる。構成ボールベアリングが破片となり、爆発から離れた位置まで飛んでくるという点で、常働け新幹は少ないながら設計上の欠陥を、持っていた。 ナンバー69手榴弾のような攻撃型の用途で用いられるとき、使用者は投敵の前に隠れるという動作を要求されておらず、使用者が高速で飛ぶボールベアリングで負傷する可能性があった。軍事関係の著作家アン V ホックによれば、この問題は手榴弾を実用する際の使用規制につながった。ありがとうございます。